こんにちはやりです久しぶりではないかヤッホーちょっと今日はアングルが下からになってるのでいつもよりもっとブスなんですけれどもなんでアングル変えたかってすごいめっちゃ気分なんで全然ほっといてくださいあいつが出てきましたよあいつがあいつですよまあ初めて見る方はこんにちはり有りですえっとですねそうなんですよ森やり恒例のネットの UFO キャッチャーから荷物が届きましたー いつやめるんかな <laughs> <あー笑>もう私前置き長いんで前置きちゃちゃっとカットできるようにちょっとすぐ見せますということで,で,でん見えますか見えますか目の悪い人見えますか視力ありますかはいということでロクシタンのハンドクリームセットですすごくないあすご,ないすごくないってすごくないってあの値段を言ってないんだよね398円で1回で取れたんです で、これ、定価がです。そうちゃだは定価が、3000、ちょっとなんですよ。3000ね、500円以下ぐらいだった気がするんだ。あの、サイトで見たんですけど、めっちゃ高かったのよ。まあ、6時タンだからね、高いじゃん。で、だからめっちゃ、うめっちゃ高くて。で、まあ、あの、欲しかったんです、もともと。6スタンのハンドクリームがずっと欲しくて。で、今、乾燥する時期なので、嬉しかったんです。えー 6したんだよ。6した。私が6したんだよ。やばくない。いや、私が6したんだよ。いやなんか私が6舌を持つ日来ると思わなかったもんね。今持っちゃってるし、本当にそのぐらい6したんと縁がなかったんですよ。私開けてみたいと思います。まあ、どういう匂いかっていうね。あ、これサイトであとですね。あのホリデー。ワン あにゃホリデーハンドクリームコレクションっていうのでえっとロクシタンジャポンロクシタンジャポンいやなんで私このアングルで撮ったんだろうちゃんとちゃんと釣ればよかったごめんなさい暗いところででもこれ匂いが大事匂い画面から匂いを伝われば何言ってんだ私とりあえずちょっとねこれは傷をつけないようにやった髪あ いいや見なかったことにしよう <laughs> はい、開きました開いたんですけどちょっとあの私が今な,なんで叫んだかっていう理由に関してはですねあのなんかなんかですねえっと人気製品のえっとお試しセットプレゼントって書いてあってですねこれ持っていくとサンプルもらえるみたいな高まるわーおということで一個一個つけていきたいと思います え、かわい,いしかもかわいいねえかわいくないえかわいいミニボトルすぎるかわいいとこれがバーベナアイスハンドクリームの香りすごいシトラス系の匂いがするんだこれはベルベットベルベットあハンドネイルクリームだネイルにもあのキューティクルケアとして塗れるんだそしてちょっと 早めに行きますねフェアリーハンドクリームこれはハンドです。可愛い,いこれはもうほんと浸透が早いこれもポプリ系の,あのなんていうんですかお花みたいな感じの匂いなんですけど優しい匂いがするこれはあれじゃないかな本当に標準な匂いそんなむし,むしろ無臭なんじゃないかぐらいベルベットハンドあれこれって一緒だよねいやさっき見かけたなと思ったんだよねベルベット うん見かけた最後の匂いになりますこれはソフトハンドクリームへーチェリーブロッサムって書いてあるじゃ桜かめっちゃ桜の匂いするこれは柑橘系の匂いがするのでちょっとさっぱりしたい時におすすめなのであのー、夏とかにちょっとハンドクリーム塗ろうかなってなった時に夏におすすめの匂いですね で、これ、なぜか二つある、この、ベルベットローズの匂いは、これはね、でもハンドとネイルクリームにも使えるから、まあ、でもちょっと匂いが強いので、まあ、そうですね。でも一日持つのかなでもね、すごいこ、ここに今いるだけでもすごいプンプンするんですね。なんで、あのー、隣にいる、あの、殿方へは、 伝わるのではなないいかなと思いますほんで、まあ、私が一番好きって言ってたこのフェアリーフェアリーだよねこれはい私が一番好きって言ってたこのフェアリーの香りは本当にあの優しいポプリをちょっと薄くしたような匂いこれの国内バージョンって思ってもらえたら一番わかりやすいと思うんですけどあのローズのめっちゃ濃い香りを想像してもらって ちょっと薄くしたバージョンであのー、なんだろうなそれプラスちょっと霞すみ草っぽい感じの何て言うんだろう爽やかなあのー、いい香りでこれは本当に正規のというかあのー、本当にハンドクリームの統一した匂いチェリーブロッサム桜のハンドクリームだったんですけれどもこれもすごい桜のなんだろうな花びらの匂いいやこれは。 やばいでしょ3,000だって500円ぐらいするのにさこれが398円で手に入ったらテンション上がったわほんとにしかもだってさこれこれプレゼントもついてるじゃんいやこれはもらいに行くわはいということで今日はロクシタンのハンドクリームコレクションを398円で手に入れたよっていう報告でございました <laughs> はいということでちょっと暗い中は申し訳ないです では、盛り上げでした。また動画ちゃんと出せたら出しますので、気長にお待ちください。そして生放送も気長に見ていただけると嬉しいです。盛り上げでした。バイバーイ、今日もご視聴ありがとうございました。これ言うのめっちゃ久しぶりな気がする。はい、チャンネル登録ボタンはこちらに出しておきます。そしてこの動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ボタン。 ポチっとよろしくお願いしますそして過去の動画がここら辺に出しておきますそれではおりやりでしたバイバーイ